スマートフォンから電話帳のデータを抜き取るウイルスを組み込んだアプリをサーバーに保管したとして、千葉県警は10日、不正指令電磁的記録保管の疑いで、東京都内の IT 会社などおよそ10箇所を家宅捜索しました。捜査関係者によりますと、アプリはウイルス対策を装い、ダウンロードすると電話帳のメールアドレスなどが抜き取られる仕組みでした。アドレスは出会い系サイトの広告メール送信などに利用されたとみられます。アプリは安心ウイルススキャンの名前で出回っていて、情報セキュリティ会社が不正アプリとして注意を呼びかけています。